です。マナです。リンです。アサイです。ヨルくん、ヘンタ先生。フォン !7 人でキャンプ企画ー、ありがとうございます。シシエです。リンバチコーンって決めてたもん。勝手に決めたんだよね。キャンプリーダーなんだよ。キャンプリーダー。来週、キャンプしましょうって勝手に企画を入れたんですけど、なんか一生懸命撮影したから、ストレスが発散しましょう。おー、おーあったんや。嬉しい。ここからキャンプの場所までちょっと1時間半。おお、本格的。でも高級のキャンプだから心配しないでください。高級なんだ。はい、というわけで今日の曲はメンバー7人でキャンプしましょう。外出ない。おい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 、うわすごい、台北と全然違う、ねえ、何してんの、何してんの、私たちもうできたよ、見た、お揃いやし、ほら、ほんとだ、お揃い、今からですね、まあ11月だけど、でも川が涼しいから入りましょう、はい、楽しいじゃん、楽しんできて、そうそう、ちょっとうちだ、うわ、脱いで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 、確認見てください、ここにテント、確かに、そうそう、キャンプはそうだよね、中にベッドがあるし、でここら辺バーベキュー、ここです、ここのスペースね、ここの広い、食材はあの中に魚がいるから、こんな安い、うん、嘘つくな、スーパーで買ってただろう、じゃあスーパーのビシアどうぞ、はい、お箸が多すぎません、好きなのを選んでるんですよ、例えばこれはマナちゃんが好きなやつ、これはリンリンが好きなやつ、これはジュンちゃんが好きなやつ、あーあ、合ってる合ってる、はい、わかりました、どうぞどうぞ、リーダーさんが誰かの食べたい、パン、やっぱり焼肉とパン、いいチョイス、いやー、え、エリンギが欲しい、エリンギ欲しい、はい、あめちゃめちゃ買ってるやないか、そう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 、でも魚買ってないでしょ、そうだね、どうし、え、行こうぜ、ここ安心、安全の、あとあじゃあ突撃、はい突撃、はい、はい、いったいったいった、あ、入り口あっちです、突撃、突入、いけー見てください、これ全然キャンプじゃないよ、ほらお前ら早くかわいい、これもキャンプの、キャンプじゃないよ、ないですか、森の中にこんな大きなテントにベッドでこの明るさ、もう僕にここに引きこもれと言ってるようなもんです、確かに分かる、昼寝に最適の場所が、魚、食材だよ、食材、そんな自給自足なの、はいよ、体育、まあ、とは言うて僕ちゃんと海パン履いてるんです、意外とノリノリ男、じゃあ川に、川に入りましょう、行きましょう、レッツゴー、危ない、ちょっと危ないから引き返そう、お前が一番危ない、結構深いでしょ、この辺ならいけそうだ、いけいけ、滑ったー、ユーこっちこっち、ワンちゃんだから、ちょっと待って待って、滑ってここは滑るのね、はい、ちょっと滑ります、いや冷た、冷たくないよ、やめろってマジでやめろよ、から勝手に、皆さん今日ね11月20日なんですよ、11月20日に川遊びする人います、あー、セクシー、お姉さん、わー、ちょっと待って、怖い怖い、はい、到着、おい、カメラ持ったまま川に落ちたんだけど、でもその瞬間が撮れてないんですけど、大丈夫、痛い、いや、ドクターフィッシュっていうちょっと、あ、撮ろうと思って、あそこだね、リンリン、これね、これ、すっ
滑ったわ。めっちゃ綺麗な窓ですね。でもさ、こうカメラを守りながらこけつ怪我してない。本当に、うん、よかった、ね、天然のドクターフィッシュ。臭いよ、臭い足。ほら、人気だ人気。ここでも人気。あ、3円は人気。あ、ドクターパンツ履いてないの。ちょっと足がしゅんちゃんより暗い。綺麗だね。いや、綺麗じゃない、暗いよ。でも確かにしゅんちゃんの足、ウォーウォーウォー、セクシー。しゅんちゃんの頭の上が花。花咲いてる。大きいな、マジしがい。やっぱり自然な感じ。しがいるほど自然が豊かだ。あとビールも売ってる。地ビール買っちゃいました。原住民の地ビール2つ。はい、というわけで申し訳ないですけど、あのガスガスあるんかい。言うガスあるんかい。どんなボケやねん。こんな人命なりきがあるとは私は知らもうございました。こんな悲しそうなゆうくん見たの初めてよ。ゆうくん、君が頑張ったことは全部無駄だったんだよ。やばやばやば。まあまあ、とりあえず火を起こすかな。起こす、食べましょう。起こせ。火がどんどん強いな。キャンプリーダーがちょっと働け働け。あのもう乗せる位置も決まってます。あ、そうなんだ。ここは煮おろう。いや、ちょっと一応聞くわ。鶏肉はなんか焦げやすいから横に。タレのタイミングもあるんです。それ勝手にやると怒られるわけね。ダメです、ダメです、そうダメ。タレはもう言われた時にやる。厳しいな。なんかすごい手伝いたいけど、いや違う違うっていう。あ、そうなのね。があるので。違う、この2人はちょっと心配する。そう、ネイニングだったら私大丈夫。ギリギリ認められとる。嬉しい。おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。こっち修行が足りないです。足りないですね。ちょっと待ってください、あっちに。はい、母さん、あの一応皆さんあの向こうでバーベキューやってますけど。まあ僕は協調性がない男なんで。ちょどうやるな。ちょっとね、最近気づいたんですけど、やっぱ男性ね、こういうイベントの時にあの陰キャ感出ちゃうのが良くないんですよ多分。ゆうくんは陽キャに見えて陽キャじゃないっていうのがちょっとそうだよ、紛らわしいんだよ君。ローランドみたいになってるよ。ウィアラさん何してんすか。飲みましょう。ほらローランドでもない。と私たち焼いたお肉、うん、ありがとう。やった、レバハキを食べる。あ、これ食べ方下手な人だ。手羽先は、手羽先はこうやって、そう、ここあ、賢い。おいしい。うん、どう、キャンプいいね。やっぱ自然に触れるとリラックスできるから。じゃあ今度もそれとこれとは別の話と。もうそろそろ12月だからなんかクリスマスのパーティーとか、あと温泉の旅とか。温泉の旅はどうですか。あ、確かに、だってこの前遠く行ってましたもんね。お前そっちの味方だったのか。1年に1回、何回もやったのに価値が下がってきちゃうから。大丈夫、私また計画します。ありがとうございます。すぐについてきます。金だけ出してください。はい、はい、お金は僕が、うん、お願いします。カツアゲされてる。じゃあプレゼント、どうぞ。やーだ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 。本物？えぇー、やだ。取ったよ。あ、何これ。やー、もう自然な感じ。ズズいいこと教えてあげる、うん、一番の好きなのもこの子。え、そうなの。あいつだ、あいつ。ちょっと待ってね、なんか音大きいの。あいつをやってやれ。落ち着いて、蒸し上げて、蒸し上げて。いやいやいや、ムシ先生。それと、あと佐藤ちゃんのところから。おー、いいね、いいね。佐藤ちゃんという。佐藤ちゃんに言って、佐藤ちゃんに。俺は本当にダメなんだ、ずっと。じゃあ、明日、なんか早起き、蒸し。最低だ。本当に切れるよ。虫目覚まし。うわ、もう、最低。虫目覚まし時計です。顔どうしたん？その二人も
楽しかったね。楽しかった、盛り上がった、盛り上がった。三原さんの味ぽん一気みたい。めちゃ空気読めてる。めちゃめちゃ怖いやつ。この人酔っ払う？酔っ払だ。酔っ払だよ。おお、これだけではなく、この辺もある。おお、焼肉の様子はうまいチャンネルで見られる。おお、後編まさか決め試しがあります。もう、わあ、基本試しがあります。焼き目試し一回やってみたら黙る。じゃあその様子は後編ですか。うん、おお、なるほど。ぜひ楽しみにしてくださいね、明日の動画。あー、というわけで今日の動画はおしまい。まつきの動画でお会いしましょう。それではバイバイ。この動画が好きなら、これをグッドボタンを押してください。それから私たちの方でフォローしてお願いします。下にリンクがあります。それじゃあバイバイ。いや、すごい。何これ。